今日は庄司産婦人科谷内麻子先生にプレママ・プレパパの皆さんへ妊娠中そして産後に向けたアドバイスをいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずはじめに新型コロナウイルスについて妊婦さんへ何か情報があれば教えてください。はい、今新型コロナウイルス日本全国で、感染者数が増えてて皆さん心配されていることかと思いますけども、まあ、特に妊婦の方はその心配が強いんじゃないかと思います。で妊婦の方ですね、妊娠中の新型コロナウイルスにかかる率ですけれども一応一般の方と同じというふうに言われています。そして妊娠中に重症化してしまう率、それは一般の方と同じかむしろそれより低いということが言われております。で今妊婦さんのことに関してですね、一番日本産婦人科学会から言われお願いしたいことなんですけども、急に規制分娩をされるということはぜひ避けていただきたいというふうにお願いしております。規制分娩の予約をしている日の2週間前までに規制を済ませておいてください。で2週間ご自宅の方で健康観察をしていただいて異常がないということを確認できたら里帰り先の病院施設を受診するようにしてください。新型コロナウイルス感染を疑う症状と条件としましては、妊婦さんの場合は2日以上続く 37.5 度以上の発熱、喉、咳や喉の痛み、息苦しさや鼻水などといった症状、強い倦怠感や全身のざったるさ、味や匂いが感じにくい、新型コロナウイルス感染者に接触したあるいは接触した疑いがある、まあ、こういった5つの、ね、症状のいずれかに同居する家族が該当する場合、また同居する家族が、2週間以内に海外に滞在していた、まあ、こういった条件が一つでも当てはまる方は新型コロナウイルスの感染を疑う条件になります。で帰省してから2週間経つまでの間の過ごし方についてお話しいたします。まずですね、帰省する前に新型コロナウイルスの感染を疑う症状に該当する場合は帰省をしないでお住まいの地域の分娩施設の方ですね、そちらに相談していただくのがいいかなと思います。で、帰省してから2週間経つまで間にですね、新型コロナウイルス感染を疑う症状が出てきた場合、まずは保健所の帰国者接触者相談センターに電話をしてください。静岡市に関しましては新型コロナ何でも相談ダイヤルという専門の通知電話番号が設置されましたのでそちらに相談をお願いいたします。で2週間経つまでに新型コロナウイルスの感染を疑う症状がない場合ですね、新型コロナウイルスの感染を疑う症状がなくても2週間経過する前に酸化的な異常症状、例えば大量出血や陣痛のような強い痛みが急に来るなどそういったことがあった場合は里帰り予定の分娩施設に連絡をしてください。その地域の緊急対応施設に紹介することになると思います。またそういった酸化的な異常症状がない場合、異常症状もなく2週間経過した場合は予定通り里帰り分娩の施設を受診してくださいというような流れになっています。妊婦健診の間隔を伸ばしたり超音波の回数を減らすことがあります。でまたお産やですね、妊婦健診の際にですねパートナーやご家族の立ち会いをお断りする場合もあります。でまたですね、感染予防のために新型コロナウイルスに感染中の方や新型コロナウイルスへの感染を強く疑われる方の分娩方法や授乳方法が変わることがありますので普段と同じようにはねちょっと経過がいかないということもあるのでご理解いただきたいと思います。妊婦さんは免疫が下がっていると聞きますが特に気をつけておくべきことはありますか？妊娠中は免疫が低下しますので、
新型コロナウイルスだけでなくインフルエンザウイルスやノロウイルスなど、さまざまな感染症に気をつけていただく必要があるかと思います。新型コロナウイルスに関しては妊娠していない方と同じように気をつけていただきたいと思います。同居の家族以外との接触を避け、3密、密閉、密集、密着を避けていただきたいです。感染経路としては感染者からの飛沫によるものとウイルスが付着した部分を手で触ることですね。それによって感染するルートが考えられます。感染者からの感染を飛沫を避ける意味ではマスクは有効だと思われます。ウイルスが付着した部分、手すり、ドアノブなど金属の部分、プラスチックの表面などそういったところを表面で触り、その後顔ですね、特に目、鼻、口を触ることで感染すると言われています。新型コロナウイルスは石鹸で死滅することが分かっていますので、エタノール、ね、アルコール消毒できない場合でも石鹸でよく手を洗ってください。妊娠初期、中期、後期、それぞれの段階で気をつけた方がいいことを教えてください。妊娠初期ですけども、まずは妊娠の周数が合っているかどうかということですね。最終月経が何月何日から始まって、普段月経周期が何日周期であるか、排卵日が何日目であるかということですね。それがやっぱり妊娠の経過を知る上で、予定日を決める上で一番大事なことになりますので、やっぱりちょっと普段から自分の月経がいつ始まったかね、周期が何日かということを知るようにしていただきたいと思います。結構ね、最終月経がいつでしたかって聞くとって分からなくなってしまう人が、分からない方が多いので、ぜひね、皆さんそこは押さえておいていただきたいと思います。妊娠初期ですね、子宮が急に大きくなってきますので、子宮の両側の靭帯が、引っ張られるような感じになってですね、子宮の両側に突っ張るような感じや痛みを感じることがあります。またですね、子宮の中で出血をしてきますと、下腹部が痛くなったりですね、性器出血きたしたりということがあります。こういう状態を重毛膜下血腫と言います。また子宮外妊娠や流産との鑑別も必要になってきますね。であと多いのはつわりが出ることもあります。でつわりによって急に体重が、ね、減ってしまうといったことが起きることがあります。で妊娠中期になりますと、比較的、異常は起きにくい時期に入ってくるんですけども、そういった中でも下腹部痛がないかどうか、出血がないかどうか気をつけていただきたいと思います。また体重が急に増えてないかどうかですね。妊婦検診の際には切迫早産がないかどうか、全治胎盤、あるいはその赤ちゃんの、ね、発育が悪くなる子宮内胎児発育遅延、そういったものがないかどうかを、見ていく形になります。で妊娠後期ですが、妊娠後期になるとお腹がすごく張りやすくなってきますね。張りの回数が急に増えるとかね、そういったことがないかどうかですね。またやっぱり出血もしやすくなりますので、普段からそういった出血が、ね、ないかどうか、ね、気をつけていただきたいです。で胎動に関してですが、この妊娠後期になると、ね、かなり活発に胎動が感じられるようになってくると思います。そこで10カウント法というのを、ね、ぜひ皆さんに実施していただきたいです。胎動を10回感じるまでに、どれぐらい時間がかかるか、実際時計を見て数えてください。普通20分から30分ぐらいで10回カウントされると思いますけども、個人差がありますので、毎日それをやっていただいて、普段と変わりがないかどうか、普段より減ってしまってないかどうか、そういったことを感じていただければと思います。あと足のむくみが出てこないかどうか、あと血圧が高くないかですね、そういったことが大事になってきます。で妊娠後期ですね、もう特に37、8週過ぎますと陣痛や破水がもういつ起きてもおかしくない週数に入ってきます。
出血に関してはおしるしというのはね、特に異常がない出血なんですけども、おしるしであれば問題ないんですが、前置胎盤とかね、そういったことがある場合は大量出血をきたすことがありますので、そういった場合はすぐに病院へ連絡していただければいいかなと思います。じゃあ続いて、妊娠中に食べてはいけないもの、控えた方がいいものはありますか？そうですね、それもよくね聞かれる質問なんですけども、以前はですね、カフェインは絶対妊娠中は良くないというふうに言われていたんですけども、最近はコーヒー 2,3 杯であれば飲んでも大丈夫というふうに言われることが多いと思います。コーヒーだけでなくね、他のチョコレートなんかもね、やっぱカフェイン入ってますので、食べ過ぎには注意していただきたいと思います。で、妊娠中は生ものですね、生もの全般はちょっと気をつけていただきたいです。というのは食中毒を起こす可能性があるからです。やっぱり妊娠中は治療が限られてしまいますので、食中毒はね、できれば起こさないでいただきたいと思います。で、最近ね言われているのがトキソプラズマ感染症なんですけども、輸入物の生ハム、生サラミ、ユッケとかそういったものはですね、トキソプラズマのリスクが高いと言われております。日本国内で製造されているね、生ハムですとかはほとんど殺菌処理がされているので大丈夫ということなんですが、輸入物に関してはちょっと注意が必要かなと思います。あとですね、お魚の中の水銀濃度というのがね、時々話題に上がることがあります。キンメやメカジキ、クロマグロ、ね、イルカとか、ちょっと静岡はね、イルカを食べる文化がありますけども、そういったものは水銀濃度が高いので、食べ過ぎないようにと言われています。まあ、これに関してはね、アメリカに習ってそういったことが言われておりますが、実際日本人で水銀濃度を測りますと、結構日本人は欧米人に比べて水銀濃度が高いです。ですから実際本当に妊婦さんに、どこまで影響があるかというのは分からないんですけども、まあ、食べ過ぎない範囲でということであれば、少量であれば取っていただいて構わないかと、お魚ですね、取っていただいて構わないと思います。はい。続いて、栄養バランスが良い食事を毎日3食できていないのですが、お腹の子供にどんな影響がありますか？たまにならジャンクフードを食べても大丈夫ですか？3食取れてないっていうことはですね、1日に2食、まあ、あるいはもしかしたら1食になってしまう日があるのかなと思うんですけども、一応食事の回数が少なくなってしまいますと、余計に母体の体重が増えやすくなってしまいます。太りやすくなっちゃうんですね。で、朝食事を取らないということは血糖値が上がりませんので、お昼ご飯の時にですね、血糖値が急上昇します。で、またその後ね、血糖値が急降下するというふうに言われていますので、実はそのお母さんの血液の中の血糖値は赤ちゃんの、ね、血糖値と同じように変動します。ですから、赤ちゃんの血糖値も急上昇急降下繰り返していることになりますので、やっぱり1日3食規則で正しく食べるということは非常に重要かなと思います。またジャンクフードとかね、清涼飲料水はですね、まあ、やっぱり血糖値の急上昇を招きやすいですね。妊娠糖尿病ですとか、本当のいわゆるね、妊娠中だけでない普段の糖尿病、そういったものを引き起こすきっかけになりますので、やっぱり普段からね、そういったものを食べないようにしていただきたいと思います。妊娠中だけはね、ジャンクフード我慢しようという方いると思いますけども、普段からね、控えていただきたいなと思います。妊娠糖尿病の場になりますと、赤ちゃんがね、すごく大きくなってしまうんですね。で、しかも羊水もすごく増えてしまいますので、お腹が正常の妊婦さんよりもお腹がすごく大きくなります。そうしますと、切迫早産といってね、早く陣痛が起きてしまう、そういった状態にもなりますので、そういった場合ですね、入院管理が必要になってくることもあります。また赤ちゃんが大きくなりますと、お産もちょっと大変になってきます。そういった意味でもですね、普段からの食生活、規
規則正しく心がけていただければと思います。